children. Oh, what a love could do. Maybe we live in Vegas or a house with picket fencing. Oh, what a love could do. If I got you, babe, you got me. There ain't nothing we couldn't be. From you on to year 52. Oh, what a love could do. Maybe we'll pick up fishing, start a family business. Oh, what a love could do. Maybe we'll find some best friends, or a dog named Fred and Nancy. Oh, what a love could do. If I got you, babe, you got me. There ain't っていうか、なんか周りに結婚しないのって言われて焦る方が大きかったかもしれない。あ、自分はそんな思ってなかったのに、もう5年も付き合って、もうそろそろ結婚ですかとか聞かれることが多くなりすぎて、結婚しないといけないのかなみたいな感じで、ね、なんか焦ってたかもしれない。焦ったっていうか、そうな、それが普通なのかなみたいな気があったよね、うん、でその時にだよ、結婚願望ないからでもさ、びっくり。でもあれじゃん、ミックはさ、もう社会人5年目だったでしょ、うん、でもその頃俺もさ、社会人何年目？3年目？そうね、
社会人3年目とかで、しかも転職してるから、うん、なんかもうそれどころじゃないよね。まあ分かってたよね私も、うん、まあ、なんか結婚っていうものを、うん、なんか、まあ、勝手にだろうけど、うん、勝手にすごいやっぱ理想的な、うん、すごいなんかハードルが高いものだと思ってたけど、うん、そういう、あ、幸せにしてあげなきゃみたいな、うん、結婚イコール相手をすごく幸せにしてあげないといけない、うん、って思ってたけど、うん、一人でそういうカップアートのイベントやったりとか、うん、他の YouTube やったりとか、うん、すごい楽しそうに生きてたじゃん。生きてた。きつかったとは思うけど、いや大変だったけどね、うん、めちゃくちゃけど、やっぱなんかすごい充実して、うん、自分の好きなことをやってる姿を見てると、うん、なんか結婚したら幸せにしてあげなきゃって思ってたけど、うん、なんかそういうことじゃないんだなと思って、うん、なんか2人でいてなんか何かをしてあげる、うん、ような関係性っていうよりは、うん、なんか2人でいたらなんか楽しさを共有できるとか、うんうんうん、なんか俺も楽しい気分にさせてくれるとか、うん、なんかそういう関係値が結婚なんかなっていう風な解釈がなんかちょっとできるようになったのが結構大きいきっかけだった気がするけどね。へえ、そうなんだ。入ってないか。入ってないね。